ウィルス様のお師匠なだけあんな。くそ、もう一度だ。あら、おかしいわね。ウィスさんはここに来てないはず。いけませんね、ベジータさん。また心が乱れてますよ。もうちょっと強いのかなと思ったがな。俺に出させてくれよ、本気を。お前もそろそろ実力を見せたらどうだ。力隠してるんだろう。いいだろう。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。ザーマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れてトランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザマスとロペの他にもう一人いるわ。あれはジレン、第11宇宙最強の戦士だ。なんでこんなところに。決まってるでしょ、ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ジレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。ヒュー、かわいそうなトランクス、彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。この火球は私が死なない限り消えることはない。せいぜい苦しむがいい。まさか私の力を超えるとはな。苦戦してるみたいだね。来るのが遅いぞ、フュー。ふん、こいつが何者なのか知りたかろう。教えてやるぞ。フューはトワとミラの細胞から作り上げられた突然変異の実験体。つまりこいつは我が一族、私の後継者というわけだ。私がなぜ歴史改変をしてきたか分かったか。こいつにエネルギーを吸収させるためだ。フューよ、集めたエネルギーでこいつらを消し飛ばせ、そして暗黒魔界の復活を果たすのだ。やだよ。何？せっかく集めたエネルギーをそんなことのために使うなんてもったいないよ。このエネルギーでどんなことができるか、もっと研究と実験を重ねなくちゃ。こいつはトアの仇だぞ。おじさんには悪いけどさ、仇討ちとか暗黒魔界とか興味ないんだよね。僕は僕のやりたいようにやらせてもらうよ。この大バカ者が。あっちゃー。
でも、仕掛けてきたおじさんが悪いんだからね。まあ、そういうことなんだ。僕はみんなみたいなバトルマニアじゃないの。それよりはエネルギーで実験したり、君みたいな面白そうなやつを研究してたいんだ。実際僕としてはエネルギーが手に入りさえすれば歴史がどう変わろうが全然いいんだけど。でもあんまり希望のない歴史って悲しくない？君たちだってたくさん見てきたんでしょ？そんなのはもっといい歴史に変えちゃえばいいんだよ。どうせならみんなハッピーな方がいいじゃない。もし歴史改変で宇宙全体が大変なことになるなら、そうならないように集めたエネルギーを使うとかさ、何なりと方法がありそうな気がするんだよね。そうだな、君もし興味があるなら言ってよ。ちょっと研究してみるからさ。